やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい、本日一問目です。アメリカで目撃されたという白目部分がない子供都市伝説はどれか。これなんか、似たようなのがアメリカだけでいっぱいありそうじゃない ?100 個とか。大丈夫なんか、これは、このやつだよって、この特定のやつだよっていうのは、ご質問者様とタロットさんの間で共有できてるのかっていうのが、若干怪しい気がするんだけど、なんか、いっぱいありそうじゃん。白目分がない子供がいました、みたいな。アメリカとか、ね。ありそうな気がしない。杞憂だといいんだけど、一個だけかなぁ。どうかなぁ。ズバッと出ました。宇宙人だけネガティブなカードで、他全部イエスなカードが出たんですよ。これ、なんか、一つだけじゃなくないですかね、やっぱり。1、3、4、5にイエスが出ました。はい。ということで、1、3、4、5。たくさんあるんじゃないですかね、それ。続いて、イギリスウォールピットに、残る緑色の子供伝説。これは地域限定だから一つかもしれないね。これは何か。緑色の子供。藻がいっぱいの池に落ちたとか思いついちゃったんだけど。さあね。確かマジシャンがいっぱい出てんだよね。なんだろうね。基本作り話だよって言ってるのが何だろうね、3、4、5。4、ズバッと出ました。4とこだけネガティブなカードが出て、1、2、3に肯定的なカードが出た。はい。1、2、3。これさ、ちょっと、どうなんだろう ?1、2、3。そんな複数出る?これ。宇宙人と宇宙人に誘拐された子供と現代にはない病気って全部バラバラすぎるからさ。どうだろうね。なんだろうね。さっきから気になってるのが、これよ。マジシャン。マジシャンって、まあ見ちゃうとね、真っ先に作り話なのかなって思っちゃうけど。とりあえず肯定するカードは1、2、3に出たよとだけ言っておくわ。あとは、なんだかはお任せするわ、ご判断は。なんか一問にもマジシャンだから作り話なのかなって思っちゃったりするけど、うん、続いて、ハイブランドを安く買う方法を知っていますか?そうですか?どういうこと?どういうこと?ん?ん?待って、1、大学病院や大きな病院に直接かかれなくなっていますが、これは国民や健康、病気にとってプラスかマイナスか。はいはいはい。まずは個人病院にかかれと国は言っていますが、夜分が多くて治らないし、病気の治療発見が遅れるだけです。いや、これ別に、かかれますよね。かかれないとこもあるけど、でもお金払えば、だいたい、ね、7000だか9000だか7000くらい。払えばかかれるよね。私も直接行っちゃうこと、行ったことあるけど、払えばかかるんじゃなくて、一行目はどういうこと?ハイブランド。何の一行なんだろう。プラスかマイナスか。スパッと出ました。まあ、本当に書かれないならマイナスかな。マイナスで。そうだね。マイナス。病院にとってはね、大変だから、そのまま、ね、紹介状持ってこなきゃあれにしてて。いうのかもしれないけど。続いて、個人経営の医師は高級車をしょっちゅう買い替え贅沢三昧しています。
全員が全員そうとは限らないと思うけど、そんな、まあ、そういう人も中にはいるみたいな話じゃない？うんね、全員とは限らないと思う。医師会などで個人病院を優遇さするための政策でしょうか？それはただの、あれでしょ？法人にしてるから、税金のさ、対策でしょ？これは占うまでもないね、多分。節税っていうか、まあ、言葉を良くすると節税だよ。うん、じゃないの。そうじゃなくて、で、同じく割高になる院外処方薬局、調剤薬局政策もそうでしょうか。国は安全のためと言ってますが、アレルギーを起こす薬を申告していても薬局で処方を変更されたことがありません。医師会で個人病院を優遇されるための政策か。じゃあ、一応見るよ。車と、その薬局の話。ちょっとあんまりこうスッと入ってこないので、どういう状況なのか分かってないんだけど。アレルギーがあるから、変えてって言ってるの？するよ。でも変えてくれないってこと？何が起きてるのか私には分かんないんだけど、これ個人的な、なんか、ご質問なのかわかんないけど。車、悪魔、タワー、ズバッと出ました。キーのカードが正義なので、なんか基本間違ったことはしてないと思うのよ。これ、ちょっと、ふと思ったんですけど、医師会が優遇するためっていうか、じゃなくて、ご質問者様とその、お医者さんとの関係とか、なんか、そういうとこに崩壊が起きてないかしらって思っちゃったんだけど、基本なんか、そんな、なんか、やばいことは多分、こっちではしてない気がするの。そうね。ちょっと、答えないでおいて、こんなカードが出たよくらいにしとくね。あんまり深く、言及してはいけない質問っていうか、そう、ご相談者様の個人的なあれかなって思った。なんか、なんとなく。個人的な問題っていうか、怒んないでね。なんとなくね。はい。続いて、可能でしたら一本の動画でお願いします。はいはいはい。山梨のね、ローソンで富士山を撮影できるやつ、マナー違反が相次いでる。で、5月21日に町が設置した黒い明確心膜、マークに撮影するためとみられる穴が多数開いてることが、すごい執念だ。そうなんだ。どのような対策をすることが最善策なのか。なるほど。もう有料のあれにしちゃえばよくないって思ったんだけど。これ選択肢見てないけどまだ。ね。全部有料の駐車場みたいな。で、お店使った人には駐車券あげるから無料になるよみたいな。1000円以上買ったらとか。それ以外の人は全員もう、一括ね、なんか15分1000円とか取っちゃえばいいのにって思っちゃったんだけど。みんなビンビンじゃない？そうすれば。儲かるし。あ、でもマナー違反、何汚していくとかはさ、なくならないかもしれないけど。なんかめっちゃ高額なやつね、見しちゃえばいいんじゃないって思っちゃったんだけど、浅はかかしら。2、3、4、5、6。何がいいか、7択。1、2、3、4、5、6、7、8。2、3、4だね。ズバッと出ました。1、2、3、4、5、あ、間違えた、5だ。7だね。2、見た目からして、お強い警備員を手配。これ一番いいと思う。ちょっと怖い人をね、配置する。3、警察を手配。これもいいかな。3、あ、4、4、マナー違反者から罰金を取る。うん。2、3、4。他はない、ちょっと聞かないかな。で、撮影スポットとしての人気ブームはいつまで続くのか。
八択。まあこれ話題になってるけど、そんな一本の動画にするにはちょっとあれかな、弱いかな、なんとなく。そこまで深く掘れるかどうかなんか私自信ない、一本の動画。難しいよね、その判断がね。何年 ?1,2,3,4 お、ここで、うん、5ここまで、あ、ここまでかな、この辺だね。3って何 ?3 5年以内で、はい、5年以内で、最終的にこの問題は収束するのか解決するのか、まあ、いいカードが出たら悪魔ズバッと出ました。そうだな、しないかな。そうそう、さっきね5年って言ってたけど、しばらくは難しい気がします。なんかダメな、逆手にとって商売にしちゃうみたいなどうなんだろうね、どうなんだろう。富士山じゃない、今太陽のカードとか出ててさ、太陽とか朝廷とか出てたから、どうしたらいいんだろうね。はいはい、それではここで4つ宣伝させてください。まず40歳以上に特化したマッチングサービス、マチュール、会員様増えております。無料でも占い結果を見たり検索できるので、ぜひお気軽に活用してくださいね。2つ目、結婚相談所を使いたいわっていう方はズバコンがおすすめです。ブライダルパートナーズさんっていうとっても成婚率の高い相談所と提携していて、私の占い付きのプランを提供しています。3つ目、オンラインサロン、玉木の人生向上委員会では、今日の過ごし方とか、週間運勢とか、カバダス秘術ごとの相性っていうのを公開してます。4つ目、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳販売中です。動画概要欄からぜひご購入ください。続いて、ミセスグリーンアップルの大森さん。今後活動休止になる可能性があるか、現在お付き合いされてる方はいますか。これ、2ヶ月くらい前のご質問だから、もう、結構ガンガン歌ってるから、あれだけど、まあ、今後も含めみたいな感じで、突発性難聴。でも大丈夫だから多分歌ってんだよね。一応見るけど、にも一気に。大森さんすごい、中性的よね、なんか、いろいろ。ない、わかんないけど、外見はもちろん、内面とかも、なんか、パッと見てる限り。いや、中性的な人大好きなんだけど。1は脳で、2、お付き合いしてる方、太陽の逆。ズバッと思います。これは脳でいいかな。1は、1の、2も脳で、はい。両方脳。だから、活動休止になる可能性の、お付き合いされてる方は脳。はい。続いて、横浜流星さんに彼女はいますか？290回でもらっていますが、間が空いたので現在の占いますって書いたけど、今現在いますか。で、その290問目の結果がどうだったか忘れてるんですけども、私。どうかな。脳かな？ズバッと出ました。悪魔のカードが出てる。彼女はいないと思う。真面目な。ただ、なんかさ、素敵な人に言うのはあれだけど、体の関係だけとか、そういう人はいるかもねって思った。うん。前もなんか似たようなじゃなかった、違ったっけ？続いて、天智も YouTube 復帰しました。今の天智もタロットさんから見てどんな人ですか？ペットボトルに残った飲み残しの飲み物やオートサーバーには悪い気が溜まりやすいと聞きます。それは真実ですか？飲み残しの飲み物はもう、それ、捨てるものじゃなくて。どういうことだ？どういうことだ？もう捨てちゃえばいいじゃんって思っちゃったんだけど、飲み残しなんでしょ？飲みかけじゃなくて、飲んでる途中じゃなくて、飲み残し。飲み残し早々取っとかないよね。
何、速攻捨てろって意味での話なのかな、なんだろうこれ。テンチムさん、どんな人に見えるか。なんかいろんなものから解放されてるね。ズバッと出ました。なんか、多分周りに今までいた人間関係とか、まあ、ほとんどなくなったんじゃないかしらって思っちゃった。うん、今まで、例えばね、テンチムさんってチヤホヤって、とかね、好きだよとかさ、なんか、周りにいた人間関係とか、なんか取り巻きの人たちとか、なんかそういう人たちがバーってこう一斉にこう、いなくなっちゃって孤独な感じで、なんか寂しそうだよね。寂しくってなんかにすがりたい感じ。昔は良かったわ、みたいな。なので、結構孤独な感が出ちゃってますけども、そんな感じで、ペットボトルとかウォーターサーバー。あ、ウォーターサーバーって、ウォーターサーバー自体？水が溜まってるか、ウォーターサーバーは、なるほどね、ウォーターサーバーか。自体に悪い気が溜まる。ペットボトルの飲み残しとか、とにかく水が溜まってるところね、に、それはウォーターサーバーは捨てろじゃないね。水捨てろって問題じゃないよ、確かに。そういうところ。じゃあ、あれはお風呂の残りをそのままにしとくとか、そういうのもあれかしら。一緒に入るかしら。ね。そんな気がするんだけど、同じ部類かしら。どうなんだろう。あくまで飲み水なのかな、これ。悪い気が溜まりやすいですか？ズバッと出ました。ああ、悪い気。確かにあんまり良くはないけど、なんか確かに滞ってる感のカードは出てるね、2枚。だけど、そんなに変なカードはここには出てないね。ただ対策注意点にタワーが出てるので、これね、物理的にさ、腐るの注意してとか、なんか、ね、気がどうのこうのよりも、それよりも、なんか、物理的に、悪くしちゃう、ダメにしちゃう、うん。で、それ飲むなよ、みたいなね。お腹ピーピーなったり、まあ、それだけないけどね、なんか、変な病気にならないでね、みたいな。飲み残しとか、なんか腐らせるとかしないようにね、みたいな。なんか、そういうのかなって思っちゃったんだけど、気の問題よりむしろ、うん、なんとなく、どうかしら。なので、三角で、はい。じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。